こんにちは、レトスノーヌです。3月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます過ちを改めざるこれを過ちというこれは講師の言葉ですまあ試験に落ちること自体過ちではありません一度宅見試験に落ちたのであれば何かしら原因があるはずですその原因を改めずに同じことをしてしまうこれが過ちですもし一度以上宅見に落ちているのであれば今立ち止まって原因を考えてみてください 考えるのは今です。本日の3問解くよりもこちらを考える方がはるかに重要です。あとで考えようとしたらほとんどの人が考えません。人は怠ける動物なので後回しにせず今すぐ行動する習慣をつけましょう。では本日の3問に入ります。表題部所有者について住所の変更があった時は当該表題部所有者はその変更があった時から1ヶ月以内に 当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。丸るかツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答えは、これ、ツですね。これ、昨日勉強した内容ともうほぼ一緒です。建物が滅失した場合、樹木の変更があった場合、マンション以外の表題登記がない建物の所有権を取得した場合、 こういった場合っていうのは、1ヶ月以内にそれぞれ登記しないといけません。しかし、表題部所有者の氏名、住所、これを変更した場合っていうのは、変更登記の申請時期って定められていないんですね。なので、今回の問題はツになります。で、問いにですね、宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合、 A が契約行為等を行わない案内所に置かなければならない、成年者である専人の取引士の数は1名以上でなければならない、丸か×かという問題です。え答えはこれ、×ですね。案内所で専人の取引士を置かなければならないのは、案内所で申し込みを受けたり、契約したりする場合だけなんですね。で今回は契約行為等を行わない案内所なので、専人の取引士、まあ、取引士でも、まあ、宅っ士ですね。 は必必要要なないいんんでですすよ1名も置く必要ないんですねだから1名以上置かなければならないというのは誤りだということですで試験の作成者というのはこの辺りを狙ってくるんですねなので、まあ、個別指導の受講者については案内所等の考え方これ別途ですね、えー、合わせてお送りさせていただきます受講者専用のメールマガでお送りさせていただきますのでその点ご確認いただければと思います案内所については本当得点源なので引っ掛け問題であっても 何であっても、えー、絶対得点しましょう。で、問いです。停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して、2週間以内に事後届け出をしなければならない。まるか罰かという問題ですね。で、これ答えはツです。事後届け出っていうのは、契約締結日から2週間以内にしないといけないんですね。つまり、停止条件が成就してからではありません。問題文は、 停止条件が成就した日から2週間って書いてありますね。ここが誤りだということです。で、これっていうのはよくあるひっかけ問題なんですね。で、この問題っていうのは非常に重要な考え方があります。で、これは本文に限らず近年のひっかけ問題などに対応するための考え方なんですね。で、この考え方を日頃から使って学習していると本試験でも得点できるようになります。 その考え方、重要なノウハウなんで、ちょっと個別指導でしか解説していないので、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメールマガの解説でご確認いただければと思います。で個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、気になる方、ご確認いただければと思います。 で、毎日お送りしているこの3問っていうのは、まあ、基本的には、まあ、あの一般的な解説レベルなんですよねおそらく予備校の解説とかえ通信講座の解説とか、まあ、そのぐらいのレベルで、まあ、具体的な考え方だったりとか答えの導き方まではちょっとお伝えはやっぱ難しいんですねなんで、まあ、本気でね絶対合格したいという方はぜひ個別指導ご検討いただければと思います今日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたレトスのオロでした